金子ゆきは、日本の声優、舞台女優。福岡県北九州市出身。青にプロダクション所属。テレビ番組や CM、企業 VP などのナレーションを中心に活動している。アニメや、声優のことは詳しくなかったが声を出すことが好きで、小学生の時に、声優になるという思いを持つ。大学在学中に並行して、青に塾大阪校に入塾。 第25期生。2010年1月、ミュージカル、忍ぶたまらん太郎の雪役で、舞台デビューし、第1弾から5年間出演。2013年1月、テレビアニメ、たまこマーケットの時は緑役で、初のアニメレギュラー出演。事務所では2012年度まで、ジュニア所属。2013年度から準所属となる。2018年、ゲーム。 アルカラスと終わる世界と歌姫の果実から派生した声優ユニットクレイシスのメンバーに選ばれる2019年9月金子ガンの物語光る猫爪のドラマ CD 制作を発表ドラマ CD 及び歌唱 CD のクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げる目標金額を300万円としていたところ大きく上回る1465万3500円の クラウドファンディングを達成した。趣味は料理、散歩、映画鑑賞。特技は歌唱、裁縫、図画工作。好きなものはマーベルコミックのヒーロー、ジョジョの奇妙な冒険。ゲームクリエイターの増田純一は親戚。金子の祖母の重邸にあたる。作曲家の和田直也は高校時代の同級生で友人。事務所の同期には津田美島崎信長がいる。 津田は在籍する数少ない女性同期で、共にミュージカル、忍ぶたまらん太郎のオーディションを受けて合格し、出演するなど交流が長く、仲が良い。また、金子原案のクラウドファンディングプロジェクトにおいても、共演している。思い入れのある作品として、初めての仕事に近いミュージカル、忍ぶたまらん太郎、アニメデビューに近い、たまこマーケットを挙げている。太字は、メインキャラクター。 インターネット配信ありがとうございます。